はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。今回プレイしていくのは信長の野望創造の続きですね、伊達政宗でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回の最後にですね、北条を先に攻めるか上杉を先に攻めるかというのも、北条と上杉が交戦状態に入りましたので、漁夫の利を得るために伊達政宗がどちらを攻めるかというところで、最終的に上杉攻めを行うことに決定しました。ですので今回は政宗、自らが出向いてですね、上杉領を進行していきたいと思います。この八坂城に政宗本体を差し向けましょう。さらに黒川城からも兵3000を出していきます。他は出せるところはちょっとないですかね。上杉と北条が潰し合ってくれるというのはかなりありがたい。表情を始めましょう。今までは上杉と北条両方相手に戦っていたのが一気に楽になりますね。で、外交で徳川と結んでおきたいので、徳川に、近づいておきましょう。で、交渉で最上とは引き続き良好な関係を維持しておき、おかないと。せっかく上杉が攻められる状態になってるのがもったいないですからね。さあこれでいいですね。いざ参ろう。戦場へ参る。よし、有機城、北条型の有機城を落としました。敵将捕らえたり。我が策、戦場を制す。ご命令ください。報告いたします。沼田城を攻めている上杉は、影勝、沼田城は落とすな。上杉がそうすると守っている部隊はそんなに多くない。やっぱり非常にいい感じです。よし、我が軍略お見せしよう。表情を始めましょう。報告いたします。建設もね、しっかりやっておきたいと思います。労力が足りないと、労力が足りないと言われたらもうどうしようもないですね。やれることがない。ひれ伏せ。これが独眼流の戦だ。有機城を目指し7700の部隊か。ちょっと支えられる自信ないな。7700、ご命令ください。報告いたします。ここが包囲するには部隊数が足りないと言ってるんだな。5500、ちょっと足りないですね。だったら力攻めで落としましょう。で、肝心の有機城がどうなるかですね。せっかく取った有機城、ここが抑えられるかどうか微妙なとこだな。援軍が出せるほどに周りはあんまりいないんだよな、武将数が。もしかしたら落ちるかもしれないですね。で、徳川が北条に牙を向いてるな。ってことは、徳川と上杉と北条の城の奪い合いになるので、
ここはね負けないようにガンガン。お助けいたします。北条も同時に攻めていかなきゃいけないですね。みんな続け。敵将捕獲した。追い詰めてくれるわ。行状を始めましょう。報告いたします。沼田城が上杉に落とされてますね。対北条のために部隊をもっともっと差し向けていきたいところですけどね。ちょっと足りないかな。塩坂城を落として、これが独眼流の戦だ。敵将捕らえた。その余生を買って北条城を攻めましょう。承知いたしました。俺がやろう。我が軍力お見せしよう。でさっき落とした城を軍団に組み入れていきます。北条攻めがうまくいってないのかな。ここは北条攻めしているっちゃしているのか。ちょっと部隊数が足りないかもしれないな。敵将捕らえました。みんな続け。敵将捕らえました。出陣するぞ。貴様など俺の敵ではない。ここもちょっとあれだな、武将の引いてる兵数が足りなくて包囲が不完全になってるので力攻めしましょう。力攻めするとね兵数を消耗するんですけど、しょうがないですね。加勢いたします。でここまで来れば落ちるのは時間の問題なので、非常する正宗本体は兵を引きましょう。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。もう本当に北条上杉徳川伊達で取り合いになってますからね。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕獲した。この戦我らの勝ちだ。出陣するぞ。各方面に劇を飛ばして進行作戦を繰り広げていきましょう。菅山城は防御が1万1500か。ここを落とすのは至難の技だな。坂戸城にしましょう。攻略目標まずは。我が軍力お見せしよう。徳川領に侵攻するのは得策ではない。川越城に兵を出していきましょう。
ただ徳川もかなりグイグイ来てるからな。今徳川と先端を開くのはとても賢いとは言えないので、まずは徳川とは同盟を結んでおきましょう。かなり複雑になってますね。徳川と上杉が同盟を結んでいて、今伊達と徳川が結ぼうとしているということは、上杉と伊達はそれでいて敵対してるわけですからね。北条はだいぶ蹂躙されてるな。徳川と戦になる前に北条を潰しておきたいですね。今ね、大名の勢力図でいうと、徳川が11万ですね、兵力が。武将95、拠点が38もある。これはでかいな、兵数11万で、羽柴が14万ですね。さらに毛利、長宗我部、そして島津。北条はだいぶ食われてきてますね。で、伊達が63拠点で兵数が12万。ただこのうち関東方面に差し向けられる兵数っていうとそんなに実は多くなかったりはするので、まあまずは上杉、北条、ここをできるだけ食ってですね、今見た目上同盟を結んでいる徳川と戦う時のために北条、上杉、この辺りのね城を取り込んでおきたいと思います。北条城に4600か、ちょっと4600支えられるかどうか微妙だな。であれば、まずは政宗が3300を引いて、この春日山城を取るとね、だいぶ楽なんですけどね。春日山城を取るための足がかりとして北条城に布陣しましょう。もう春日山城を取っちゃいましょう。春日山取るとだいぶ後々楽になるので、方面は任せておけばいいでしょう。まずは北条の規制を削いでおきましょう。推し城を落としたか。推し城を落としたのは大きい。で、北条城に攻め寄せてる敵は4600か。ちょっと支えられなそうだな。政宗はじめ大名直轄の部隊が間に合えばいいんですけどね。逃げたければ逃げなさい。出るぞ。間に合いましたね。間に合ったのであれば一気に敵の本拠春日山城を攻めます。上杉の本拠地春日山を攻め取ればだいぶ楽になるはずですね。
原田総司が死んだか。かなり活躍してくれた武将なんですけどね。報告いたします。止まれ止まれ、待機しろ。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕獲した。敵将捕らえたり、取り囲め。そしたらこの坂戸城を攻めさせますか。この辺りをね、攻め取ってしまうとかなり有利に進められますからね。というわけで、進めていきましょうか。ちょっとね、早く片付けないと兵糧が尽きる可能性があるので。あと59か。援軍を出せと。まあ出してあげますか。見せかけの援軍を出すと口だけで返答して実は出さずに、上すぎるように部隊を集中させよう。春日山を落とせばかなり楽になる。よし、春日山城落とした。捕らえたり、これは大きいですね。そしたら春日山から次の城攻めをどこにするかだな。前田どうなんだろう。一旦兵を休める必要があるか。総勢4000から5000という部隊で、魚津城はちょっと攻め取れないな。一旦兵を引きましょう。残念です。移動します。戻ります。表情を始めましょう。先月の終始です。これで軍団で配属ですね。でもう一個軍団作った方がいいな。北関東を束ねる軍団ということで。で攻略目標ですね。もちろん北条。これで北条を攻めて、もう北はどうでもよくなってきたので、今あくまでも北条、上杉
この辺りですかね、敵は。徳川と兵の奪い合いになってるからな、兵というか城の奪い合いになってる。とはいえまだ徳川と戦端を開くには早い、早すぎる。で前田とはもう明らかに結んでしまった方がいいですね。前田の城を取る必要は全くないんで。で、最終的にこの秀吉の大阪城を取る頃には征夷大将軍になれるだけの領地を治めてると思うので、やっぱり上杉北条を飲み込んで家康と一戦交えて家康を潰したらいよいよ秀吉っていう感じですね。ちょっと先が長くなりそうですけど、しっかり頑張っていきましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。よし、政宗がまた3000率いることができるので上杉攻めしていきます。で進行の指示を出しましょう。魚津城攻めですね。でさらに出るぞ、北条の城を攻めてもらいましょうね。今こうやって見ると家康がどこまで進行してきてるかちょっとわからないけど、この八方城とかに関して言うとかなり食い込んできて、邪魔くさいって言ったら邪魔くさいんで、先にねこの伊豆半島含めた小田原、玉縄、江戸、この辺りはどうしても欲しい城ですね。出陣します。出陣するぞ。よし、これでいいでしょう。必ずや北条、上杉両方を一気に攻めましょう。でここは誰と誰が戦ってるの。上杉と前田が戦ってるんだ。これはまたこっちにとってはいい条件だ。出陣する。出るぞ。表情を始めましょう。報告いたします。出陣します。参るぞ。お、氏政を捕らえたか。氏政は初段だな。表情を始めましょう。報告いたします。気になるのはやっぱり大名直轄出している
上杉戦線ですね。上杉の残りの城4つ。敵将捕らえたり。敵将仕留めました。影勝も処断しましょう。敵将捕獲しました。魚津城が包囲不完全か。魚津城が落ちたので正宗をはじめ富山城攻めにかかりましょう。みんな続け。出るとするか。我らに勝てる敵はない。宇治テルも打ち取りました。行くぞ。ご命令ください。報告いたします。逃げれば逃げなさい。ひれ伏せ。これが独眼流の戦だ。ご命令ください。報告いたします。これで上杉滅ぼせるんじゃないか。敵将捕らえました。我らが負けるなどありえん。敵将を捕獲した。徳川とは今どう考えても敵対しない方がいいからな。前田とは同盟、庭は従属させましょう。徳川とは同盟、24ヶ月結びます。で、羽柴とは今は吉見を通じます。徳川を滅ぼすのが最優先ですからね。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。加勢します。敵将捕らえたり。高岡城はこれどうなんだ。持ちこたえられるのか。前田刑事か。だったら政宗を派遣して高岡城を横取りしましょう。みんな続け。で、残る北条の城は小田原城だけか。であれば小田原総攻めだな。小田原の総攻め、もうすでに小田原の総攻めにかかってますね。いいぞ。であれば政宗が力攻めで最後落としましょう。これで前田から城を分取れる。かなり大きい。前田の城になったか。上杉が前田についちゃったわけだな。これで上杉の各将は欲しかったなけど、まあしょうがないですね。というわけことであれば前田を滅ぼすってのもありだな。ちょっと北条が片付いたら考えますか。
しこまりました。戻るぞ。出陣するぞ。小田原が落ちれば北条の武将たちが一斉に配下に加わるんで大きいですね。これでかなり武将も充実しますからね。そして本拠地を小田原に移しましょう。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。このまま行けば小田原が落ちるのは時間の問題。ご命令ください。報告いたします。さすが小田原城、なかなか落ちないな。表情を始めましょう。報告いたします。でもやっと小田原城落ちそうですね。もう1ターンかかりますか。ご命令ください。報告いたします。さあ小田原が落ちましたね。我らに打てぬ敵はありません。敵将捕獲しました。長かったな小田原攻め、そして北条攻め。さあそしたら一度軍団を全てですね解散させて軍団の再編成をしていきます。で今前田とはどうもなってないんだよな。で家康とは同盟、残り16ヶ月。そうなるとまあこれでいいとして、軍団を作っていきましょうか。あ、まず本拠地を移しましょう。本拠地を小田原を本拠地に変えて、当然ですけど政宗を小田原に入れましょう。で軍団ですね、八王子、玉縄、江戸、この辺りまで大名の直轄にしますか。で、忍城をはじめとする千葉から茨城、この辺りを対徳川の最前線部隊の一つ、これを佐竹に任せましょう。で、さらにもう一つの最前線が上田城。これも対徳川の最前線になりますね。これを誰に任せるかですね。これも佐竹、いやこの佐竹は弱い佐竹だな。やっぱり一門衆に任せるのが安心感ありますよね。でさらに
徳川の最前線のもう一つになるのがここ。ここはちょっと部隊数が少ないか、やっぱ伊達が前田を飲み込んでおく必要がありますね。前田も取り込んでおかないとちょっと危険。まあもうこの辺の舞台になるともうぶっちゃけどうでもいいというか、あまりもう関係ないところにはなってきてしまいますね、やっぱり。なんでもうほぼほぼ適当ですけど、詰め込めるだけ詰め込めて軍団の数を節約しましょう。でどうしても収まらないところはもう軍団に入れずともいいでしょう。あまり体制に影響があるところではないです。でですね、配属です。小田原城に配属する武将をですねちょっと考えなきゃいけないんですが、やっぱりね、優秀な武将、右腕になるような武将を何人かは米沢から連れていきましょう。片倉小十郎、佐竹、さらに津軽、この3人を移します。で、米沢は組み込むとして、修復ですね、城を修復。よいしょ。よし、これでだいぶ戦力が整ったはず。米沢はまあいいか、置いといて。じゃあで内政の修復、小田原城。修復修復、金がないと。くぅ、金がないって言われたらもうどうしようもないな。そして、太陽出るとするか。戦場へ参る。徳川の部隊を増強していきましょう。敵将捕らえたり。で金は今だいぶ入っていったんで、外交で工作。橋場は橋場。あれ、あー、いたいたいた。今ここに秀吉が本拠地構えてるんだ。小十郎に任せましょう。で、
田原城耐久を回復させての、まあなんとかなりそうかな。よし、大丈夫そう。これで前田を潰したらいよいよ徳川と戦線開くことができますね。敵将、捕らえたり。ご命令ください。先月の終始です。失礼します。私に続きなさい。ご命令ください。報告いたします。ちょっと負債が足りないかな。落とせれば前田は潰したも同然になるんですけどね。兵力が足りないんじゃないかな。ちょっと米沢城をこの軍団の配下に組み込んでいきましょう。今なんかちょっと平穏な感じだな。今、ああ、徳川と秀吉はぶつかってるのか。これはどうなんだろう。うわ、島津がだいぶでかくなってるな。今ちらっと見たけど毛利領を侵食してますね。ご命令ください。報告いたします。でかいな。これは毛利と島津が今ぶつかってるけど、毛利が食われるのは時間の問題だな。となると一刻も早くあれだな。前田を潰しておきたいな。で、羽柴と同盟を結んでおいて家康を潰すっていうのが得策ですね。戦へ参る。そしたら余った金で大量に報告いたします。欲しいものを買っとこう。御用を受けたまわります。鉄砲だな、まずは。で、軍馬も買っときましょう。ありがとうございました。
城が落ちれば三方面から徳川を攻められる上に秀吉と報告いたします。同盟をもし結ぶことができればより有利だな。どうした、かかってきな。敵将捕獲したぞ。戦場で華麗に舞いましょう。出陣します。出陣するぞ。戦場へ参る。前田を滅ぼせばだいぶ楽になるぞ。先月の終始です。やれ、出るとするか。腕が鳴るぜ。敵将捕獲した。始めるか。利家は解放して、味方に入れましょう。表情を始めましょう。報告いたします。表情を始めましょう。報告いたします。これで前田家も次のターンで終わりますね。そしたらいよいよ徳川攻めですか。ご命令ください。報告いたします。先月の終始です。あなたに勝ち目はありません。敵将捕らえたり。これで前田も滅ぼしましたね。というわけで、次回はですね、いよいよ徳川攻めを行っていきたいと思いますが、ちょっと長くなってしまったので一旦、ここで終わりにしてですね、徳川攻めの様子は次回改めてお届けしていきたいと思います。ぜひぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。